エンジョイパチンコライフ。ごきげんよう、マサです。今日は東京都杉並区六花公園駅徒歩すぐのピゴールドさんに来てるんですけども、マイナス500枚からのスタートです。ピゴールドさん、とてもね久しぶりにゴートゥーヘブンの撮影できたんですけども、もういつも通りね、ものすごい稼働なんですよ。今夕方ぐらいなんですけど、なのでこのね稼働がいい中で逆転できる台をね探さなきゃいけないので、今日も張り切って頑張りたいと思います。残り500枚からの大逆転劇、皆様にお見せします。負けたみたいな感じだったもんね、最初始まった時。うん、
枚あるから。追加です。750枚目。あ、びっくりした。アリサだよ。これは強制だね。はい。ラブリー。飛ばす。飛ばす。
よかった、単発じゃなかった。あ、優子になったよ。継続確定。やった。まあ、でもここはね、安心のレースだからね。戻った。よし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 、いいよいいよ。あ、チャンス。あ、外れた。あ、ブーマンキー。外れた、やった。なに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 。セミちゃん出てきたよ。
もんね。からのおしまい。はい、実践終了しました。インペイゴールドさん、結果の方は見事ね、大逆転成功。大逆転って言っても本当は微妙な、ね、枚数だったんですけど、まあ、逆転は逆転なので見事勝利です。よかった、センキューって、ね、感じですよね、ハタの。本当ね、モンキーターン今日打って初めてね SG ラッシュ引けたんですよ。でさらに3桁上の巣も見れたでしょ、たくさん継続したでしょ、もうすごくね楽しかったから、これからもちょっとねジェフ君に教わりながらモンキーターンね2一生懸命ね勉強して、もっともっとね打ち込んでいこうかなって思える、そんな一日でした。すごい楽しかったです。そして本日お邪魔しましたピーゴールドさん、この動画が配信されている頃にはパチンコの筋肉マン、スロットの緑ドーンビバン2、そしてスロットのモンスターハンターが増大されているかと思いますので、お近くのお住まいの方ぜひぜひ遊びに来てください。ということで今日の GoTo Heaven はね見事宣言通りね逆転できたので、もう本当に良かったです。次回も頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。それでは今日の担当マーサでした。またねー。